皆様おはようございます。このようなサミットに参加させていただいて非常に光栄に思っておりますハイファーと申します。 CAICT から参りました。チャイナアカデミーオブインフォメーション&コミュニケーションテクノロジーという機関でございます。今まず政府機関で仕事をしているんですけれども、私どもの政府に関しまして政策立案ですとか傾向分析などのお仕事で私ども支援をさせていただいています。本日の話ですけれども、この機会をいただきましてメイドインチャイナ2025というイニシアティブ、そして産業インターネットについてお伝えをしていきたいと思います。メイドインチャイナ2025とそれから産業インターネットですけれども、これは国家的な政策ともなっております。これはかなり重要な政策となっています。そしてさまざまなドキュメントが出ているんですけれども、政策の中でも気づかれることと思います。いろいろな用語が使われているんですね。メイドインチャイナ2025もあります。それからインテリジェントマニファクチャリング、インテリジェント製造というのもあります。そして産業インターネットも使われているわけです。この言葉についてご紹介をしていきたいと思います。 AII ですとかこのパートナーシップというのも非常に重要でございます。中国におきましては AII アライアンスオブインダストリアルインターネットという機関がございます。こちらも中国の製造に関して発展を支える上で非常に重要な役割を果たしておりますので、これをご紹介したいと思います。 RRI と同じような立場でございます。このメイドインチャイナ2025ですけれども非常に重要なドキュメントとなっています。2015年5月8日に出ております。2年前のことになります。そしてこの中では政策が策定されているんですけれども、製造業の発展のため30年間にわたる戦略が3段階に分けて書かれています。まず最初のステップが2025年ということです。中国は製造大国になっていこうということで、そこからまた強力な製造大国になろうということです。そして2035年には先進諸国の製造大国と言われるところと肩を並べていこうということです。日本やドイツといった国々が目標になるかと思います。非常に製造の分野でハイレベルに達していらっしゃる国々ですね。そして第3段階といたしまして、100年目のお祝いということで、トップレベルに上り詰めようという政策になっております。メイドインチャイナ2025のドキュメントというのはアクションガイダンスも最初の10年間について書かれています。どういったアクションを取るべきかというガイダンスですね。2025年から2035年というのは その後また長い話になりますので、まずは最初の段階でどういったアイデアが必要かということで、これが最初の10年間に関して書かれているわけです。そして10個の主要な部門にフォーカスを当てているんですけれども、新しい情報テクノロジーですとか、あるいは NCC の分野があります。この10の部門におきまして3つの中心的なものがあるんですけれども、それはハイエンドの装置ということです。我々の航空産業、宇宙航空産業といったところの装置というのは非常に包括的で複雑なものになります。したがっていかなる国にとってもこういった装置を作り出すというのは簡単なことではありません。こういったところをターゲットにしてきます。そして2つ目の指針といたしまして、大規模なイノベーションを行っていくということです。生物学ですとか医療の分野のテクノロジーに革新をもたらしていこうということです。そしてまた産業分野での基本というのがあります。
新しい、7番目に書かれております、パワー装置ですとか、あるいは9番目の新しい素材というのがありますけれども、こういった分野が中心になっていきます。そして自動化のための装置ですとか、これに関連する分野というのが定められているわけです。そして我々のこの目標をこういった10個のセクターで実施していくために、9つのタスクというのもまた策定されているわけです。製造分野でのイノベーションを進めていく、これは簡単なことではありません。いろいろなアクションが必要になります。こちらに書かれているのが9つのメインのタスクになります。そして国際協調を高めていくというのも重要な要素になります。そしてその下に5つの主要なプログラムがあります。政府の行うべき活動、国家製造イノベーションセンターを構築するということ、そしてインテリジェントマニュファクチャリングの基盤を使っていくということ、そしてグリーン製造ですとか、あるいは業界の根本プラットフォームの統合といったものもございます。これについてはまた後ほど触れていきたいと思います。このドキュメントが出てから2年になるわけですけれども、中国は非常に多くの達成をもうすでに行っております。5つのイノベーションセンターをすでに構築をいたしました。そしてまたパイロットも行っておりますし、産業工業パーク、一部の都市に関しましては、いくつかの都市を集めてクラスターを作り、特定のさまざまな観点、地域的にどのように開発を行っていくべきかといったような指針を書いた11のドキュメントも出ております。具体的なアクションが書かれているわけです。2025年を目指してということですね。そしてインテリジェントマニュファクチャリングですけれども、こちらはかなりこのトピックに非常に関連性の深いものになります。このサミットのトピックとも非常に密接に結びついていると思います。 MIIT では実際のアクションを起こしております。まず最初ガイダンスを出しております。このプロジェクトに関するガイダンスです。そして2つ目といたしまして、標準化の作業を開始しております。3つ目はパイロットのデモンストレーションをスタートしています。これによって業界の活動を促進をしていくということですね。さまざまな ICT のテクノロジーを探索をしていく、そして開発をしていくというための基盤になっていきます。そしてまた計画書も昨年出しております。そしてこのガイダンスに関してですけれども、実装をどう行っていくか、インテリジェントマニュファクチャリングプロジェクトの実装に関するガイドラインといたしまして、このような非常に重要なガイドラインが出ています。スマートマニュファクチャリングを実施していくためには非常に欠かせないものだと思います。5種類の装置というのがここで規定されています。このドキュメントの中でさまざまな側面がディスカッションされているんですけれども、まず最初にこの5つの装置の分野というのが規定されています。スマートマニュファクチャリングに欠かせないもの、 CNC ですとかロボットといったもの、それからまた付加製造、 3D プリンティングなどのための装置ということになります。そしてまたインテリジェントなロジスティックのための装置ですとか、センシングやコントロールの装置、組み立て検査のための装置といったものがあります。そして緊急開発のためにこれらが策定され、重要な基盤というのもここに規定されているんですけれども、根本的に必要になるもの、まず標準があります。そしてコミュニケーションインフラ、それから業界産業用のソフトウェアというのも必要になります。ビジネスモデルというのも非常に重要になるわけですね。
このドキュメントの中では5つのビジネスモデルが規定されています。 ICT をどう使っていくか、いろいろなレベルで使い分けをしていくわけです。まずはデジタルワークショップですけれども、これは工場にフォーカス当てたものになるかと思います。現場にフォーカス当てたもの、そして2つ目がインテリジェントファクトリーですね。これは工場全体をフォーカスにしています。工場の能力を高めていく、工場のインテリジェンスを高め、そして管理性およびインテリジェンスレベルを上げていくということです。そしてまたパーソナル化された、カスタマイズされたアプローチということ、オペレーションメンテナンスですとか、あるいはコラボレーションというのも重視されております。ここから中国政府がどういったことに関心を寄せているか、いかに重要と考えているかということがお分かりいただけるかと思います。そして次にもう一つ重要な方向性といたしまして、インダストリアルインターネットがございます。先ほどもありましたけれども、こちら非常に重要な役割を果たしております。インダストリアルインターネットですけれども、インターネットをどういうふうに使うか、そしてデータをどのように利活用するか、それによっていかに製造のレベルを改善できるかということに関わってきます。またインダストリアルインターネットの定義を載せておりますけれども、2つ重要な要素がございます。まず1つ目がインフラストラクチャーということになります。ご覧の通りプラットフォーム、パブリックネットワーク、そして工場のネットワーク、これらはすべて重要な役割を果たしております。インダストリアルインターネットを実現する上でこれらはすべて重要な要素です。そしてその上に乗っているのがアプリケーションのエコロジーということになります。モバイルインターネットと違いまして、モバイルフォンにも APP はありますけれども、インダストリアルインターネットに関しましては非常に数多くの新しいアプリケーションが作られ展開されております。例えばですけれども、インテリジェントマニュファクチャリングですとか、コラボレーティブマニュファクチャリング、パーソナライズカスタマイゼーション、こういったさまざまなアプリケーションが展開されているということが大変重要になります。また機能という観点でも、インダストリアルインターネット動画中国では注目を集めているということがお分かりいただけるかと思います。今3つこちらに挙げておりますけれども、この3つが重要なコアな機能だと考えております。まずネットワーク、ネットワークというのは相互接続、内部接続で重要になります。そこの部分でも研究開発が必要になります。そして2つ目がデータということになります。第4次産業革命におきましても、この産業インテリジェンスを実現する上でデータが重要になります。またデータ収集のために、そしてその分析のために各社プラットフォームを作り、アプリケーションを展開をしております。また3つ目ですけれども、セキュリティも非常に重要になります。セキュリティがなければ、せっかく作ったものも役に立たないということになってしまいます。そして3つのクローズドループの最適化ということで、このような対象を定めております。今データの流れもしましておりますけれども、現場工場の方でどのようにデータが流れていくか、工場全体で、そしてインターネットを介してデータがどのように動いていくかということで、さまざまな要件がございます。データを収集し、即時にフィードバックをしなければいけないという、そういった要件にも対応していかなければなりません。また包括的なデータ分析も必要になります。つまり生産ラインからのデータだけではなく、管理そしてビジネスデータも合わせて収集をし、データ分析をしていかなければなりません。今年月曜日、中国政府、国務院の方からあるドキュメントが発行されました。
インターネットとアドバンストマニファクチャリングを深めていくためのガイダンスということで、この一番上にありますのがタイトルで、非常に長いタイトルのついた文書なんですけれども、中国製造2025と合わせた形でこの戦略そしてガイダンスが策定されました。そしてここでは323のアクションということが謳われております。このドキュメントではこのアクションにフォーカスを当てております。まず最初の3という数字ですけれども、3つのシステムを構築するということを指しています。例えばネットワーク、プラットフォーム、そしてセキュリティ。そして2つ目ですけれども、アプリケーション非常に重要です。ここで2という数字が書いておりますけれども、2種類のアプリケーションを推進していこうという意味になります。今2つと申し上げましたけれども、1つ目が大企業のイノベーションに言及しています。統合化されたアプリケーションを作りやすいという特徴がここにはあるかと思います。そしてつ目の種類ですけれども、 SME 中小企業への適用普及させていくということになります。そして最後の3という数字ですけれども、これから申し上げるような3つのものを構築していくということになります。その3つとは、まず産業、そしてシステム、さらに国際協力、この3つがインダストリアルインターネットを促進する上で非常に重要な補助要素ということになります。そしてえ皆さん IIC、 そしてインダストリー 4.0 に関しましては皆さんよくご存知かと思いますけれども、我々の方でも AII というものをやっております。インテリジェンスマニファクチャリングの推進もしてきておりますけれども、インダストリアルインターネットに関しましては、これは IIC と似ているんですが、水平的な機能を構築し製造業の変革を起こしていく、特にインターネットの領域で変革を起こしていくということに着眼を当てています。インターネットというのは非常に重要になります。私たちはこういった2つの政策を通してさまざまな取り組みをしてまいりましたけれども、このような形でドイツ、そしてアメリカの団体が行っております取り組みとも歩調を合わせた形で、私たちも自分たちの施策を実行しております。さまざまなコミュニティによってこのインダストリアルインターネットが推進されております。我々の方でもさまざまな探索を行いまして、4つのモードを特定しております。1つ目がインテリジェントマニファクチャリングということになります。ネットワークをどういうふうに導入し、セキュリティプラットフォームを入れていくかと、これはそして他のモードといたしましては、顧客から工場へ、そして工場から別の工場へ、プロダクトから工場へということになりますが、中国には現在さまざまなベストプラクティスが作成されております。また企業、そして政府、そしてさまざまな研究機関や大学の方で、このような取り組みを推進しております。そして中国の方でも MIIT の指針のもと、
この AII を設立いたしました。現在メンバー数は400を超えております。 ICT の企業、産業企業、またセキュリティ企業ですとか、大学研究機関、さらに外資企業に関しましては、約 7% を占めております。日本の方々にもご協力いただいております。現在 AII の方から10のテクニカルレポートが発行されております。例えばインダストリアルインターネットアーキテクチャですとか、インダストリアルインターネットスタンダードですとか、またプラットフォームに関わるホワイトペーパーも発行しております。またインダストリアルインターネットを実現するということで20のテストベッドが設立されております。こちらが AII の構成ということになります。現在8つのワーキンググループ、そしてさまざまなタスクグループが設立されております。ワーキンググループに関しましては、例えばジェネラルグループ、ここはアーキテクチャを作るグループです。またリクワイアメントですとか、テクノロジーセキュリティ、また実験産業発展スペクトル、このようなさまざまなグループがございます。ここはある意味共通的な役割になっているんですけれども、個別のタスクを遂行するということでタスクグループも設定しております。例えばですけれども、インダストリアルインテリジェンスタスクグループに関しましては、製造においてどのように AI を活用するか、そういった検討を進めております。またバーチカルセクタータスクグループというものも設立されております。AII の方でも皆様と同じようなこのようなイベントを開催しております。今年に関しましては2月初めてインダストリアルインターネットのサミットを開催いたしました。そして1600名を超える参加者の方々にお集まりいただきました。そして中国政府、日本、ドイツ、さまざまな国のスピーカーを招待し、貴重な講演をいただきました。そして来年に関しましても同じようなサミットを北京で開催したいと思っておりますので、ぜひ皆様も足をお運びいただければと思います。インダストリアルインターネットというのは中国でも重要な政策の一つです。インダストリアルインテリジェントマニファクチャリングも非常に重要だと考えております。そして私の方から今回は AII の説明もさせていただきましたけれども、ぜひ皆様もウェブサイトなどで探していただけましたら、英語のウェブサイトもありますので、いろいろな情報をまたご覧いただけるかと思います。本日はご清聴ありがとうございました。